断してくれ。他に何かあるのか、長官様。機械の才能。いやいね。お兄ちゃん。仕事。お疲れ様。長官。どうしましたか？具合が悪いのですか？パトロールの時間です。彼の情報があったら、ぜひ教えてください。何か用？やっぱり地下の方が安全だよね。え？海の向こうに行ったことがありますか？長官様。感情のロジック、分析できません。任務があれば、お任せください。長官様、こんにちは。人生は自分のものだから自分の手で切り開くべき。そう。はい、長官様。あら、長官様じゃないですか。一緒にドライブでも行きましょうか。ボルト、静かにして。ボルトは父親と私以外の人には慣れてないんです。ごめんなさい。新しい武器を開発中だよ。新しい武器を開発中だよ。女性からのラブレターや告白を受けて、人と関わるより研究していた方がマシだ。人と関わるより。出るのサボるのにちょうどいいところがあるんです。一緒に。今日は何か予定はあるの？私の目的？あの男の子ではなく、
シリウスの皆さんはちょっと変わった振る舞いをしていますが、みんなのために全ての力を捧げ、お疲れ様です。私の武器かっこいいでしょう。どうも長官様。何よ。お疲れ様。みんなの信頼を一手に、何かお手伝いすることはありませんか。固めでも銃は使いこなせるぞ。狙い撃つ。他に用事がないなら邪魔しない。私がいる限り犯罪は絶対に許さない。疲れは取れましたか長官様。疲れは取れましたか長官様。どんな機会も分解して